昔人間はメルジーヌを拒み、メルジーヌは人間を恐れていた。あるところに人間の医術に夢中なメルジーヌがいたの。でもその治療を受ける人はいなかった。そしてメルジーヌを好きな女の子がいたけど、それが理由で友達がいなかった。そうしてメルジーヌは女の子の友達に、女の子はメルジーヌの患者になったの。はい、診察終わりよ。今日もとても健康ね。ありがとう、メルジーヌ先生。お医者さんごっこをしながら、二人の友情も深まっていった。でもある日、その子が倒れてしまったの。すぐに来れる医者はそのメルジーヌだけ。けど彼女は追い払われた。近寄るな！メルジーヌなんか信じられるか！人間じゃないからって理由で、親友を助けることすら許されないの？そう思ったメルジーヌは、恐ろしい魔女ばあさんを訪ね何度もお願いした。そしてやっと魔女は答えてくれたの。この罪からなる薬を使えば、お主は人間の顔と手足を手に入れることができる。じゃがその友達が好きになってくれた全てを失うことになるじゃろう。それでもいいのかい？メルジーヌがためらった時間はそう長くはなかった。雨の中、小さな医者は女の子のお家のドアをノックした。雨をしのぐためか、それとも何かを隠すためか、彼女はフードをかぶりローブを羽織っていた。そして小さな医者は女の子の手を握り、今まで何度もそうしてきたように彼女を見てあげたの。夜が明け、女の子はやっと良くなったけど、小さな医者はそこにいなかった。もう自分のことがわからない友達の元を去り、遠くへ行ってしまったの。判決を言い渡す。被告のメルジーヌを有罪とする。最高審判官は法の威厳を守ったけど、メルジーヌの薬カバンを取り上げることはなかった。その日からメロピデ要塞には小さな医者が一人増えたの。彼女は相変わらずフードをかぶりローブを着ていた。そこでは雨が降らないのに、人間の姿のおかげか、誰も彼女の診察を拒まなかった。患者が増えるにつれ、彼女の刑期も短くなっていった。メロピデ要塞の人々は彼女から離れなくなり、刑期が終わった彼女もそこに留まり続けた。そんなある日、彼女宛に外から手紙が届いたの。見覚えのある場所に着くと、一人の老婦人がメルジーヌを迎えてくれた。彼女は一目でその偽装を見抜いたけど、それを言葉にせず質問した。メルジーヌなのにこんなにたくさんの人から尊敬されてるのはどうしてだと思う？きっと人間の顔をしてるから。シグウィ、もう50年以上経ってるのにあなたは年を取ってない。とっくに人間じゃないって気づかれてるはずよ。こんなに何年も経ってようやく見つけた。あの夜あなたが助けてくれたことをずっと覚えてるわ。どうしてうちだってわかったの？もうメルジーヌじゃなくなってるのに。人間かメルジーヌか、それはそんなに重要かしら？覚えてるのは手のひらのぬくもり。これが何よりの目印なの。あなたのこのぬくもりはやっぱり変わってない。シグウィ、もう隠さなくていいの。今はみんなメルジーヌと友達になりたいと思ってる。
あなたみたいなメルジーヌがいてくれたおかげかもしれないわね。遅くなってごめんなさい。でもずっと伝えたかったの。ありがとう、メルジーヌ先生。